式。式は、中国全館の武帝の時代に、芝戦によって編纂された、中国の歴史書である。聖史の第一に数えられる。二十四史の一つ。計五十二万六千五百字。著者自身が名付けた書名は、大誌公書、大誌公書であるが、後世に、式と呼ばれるようになるとこれが、一般的な書名とされるようになった。本義十二巻、表十巻、書八巻。 聖下三十巻、列伝七十巻からなる、紀伝体の歴史書で、序述範囲は、伝説上の五帝の一人皇帝から、全巻の武帝までである。このような記述の仕方は、中国の歴史書、分けても、正式記述の雛形となっている。二十四史の中でも、漢情と並んで最高の評価を得ているものであり、単に歴史的価値だけではなく、文学的価値も高く評価されている。 日本でも古くから読まれており、言語の出典として12回採用されている。四季のような歴史書を作成する構想は、芝仙の父芝団がすでに持っていた。だが、芝団は自らの歴史書を完成させる前に噴死した。芝仙は、父の遺言を受けて、四季の作成を継続する。紀元前99年に、芝仙は、郷土に投稿した友人の理料を弁護したに、 武帝の怒りを買い、極に繋がれ、翌年に休憩にし寄せられる。この際、極中にて古代の偉人の生き方を帰り見て、自分もしっかりとした歴史書を作り上げようと決意した。紀元前97年に出国後は執筆に専念する。結果紀元前91年頃に式が成立した。式は芝仙の娘に託され、 武帝の激鈴に触れるような記述があるために隠されることになり、先帝の代になり芝千の孫の世が広めたという。芝千が叙実をしなかった参考時代について書かれた参考本義と序は、当代に忠氏が過失したものである。現存する式の漢本は、南宋の軽減2年、1196年のものが最古であり、これが芝剪の原作に、 どの程度忠実かは大きな問題である。東大の策である参考本義は別にしても、大使公事所に言う、近城本義が今の式には見えず、代わりに、後部本義があるが、これが後世の補作であることは明らかである。それ以外の巻にも、千葉千が使ったはずのない、後部、武定の語が参見する。それどころか、県元以来校舎年表、外積成果、 三王聖歌、屈原化聖列伝には小点まで研究されている。特に、環境以来少々年表は、馬千のずっと後の大鳥吉見元年、紀元前20年まで記している。また、あちこちに、著先生言い訳として、著称孫の言葉を載せている。関所馬仙伝によると、半個の見た、四季は130巻のうち10巻は、台だけで本文がなかった。 原稿本は130巻全部が揃っているので、5巻以降に誰かが補ったということになる。長安によると、欠けていたのは、高影本義、後部本義、霊書、落書き、兵書、環境依頼少々年表、三王聖歌、死者列伝、亀作列伝、風聖列伝であるという。式大志向次女の作品は、このうち兵書は補われず、代わりに、 立書を加えたとする。式に貫かれている思想は、天と是か非かであると言われている。天の道、すなわちこの世に行われるべき、まさしき道が、本当に存在しているのかどうかということである。例えば列伝の最初である、白衣列伝で、偽人であるはずの白衣と粛清が餓死という、惨めな死を遂げることに対しての疑問である。これは、芝仙自身が、 理良を弁護したという正しい行いをしておきながら、休憩という屈辱的な刑罰を受けたことに対しての悲痛な思いが根底にあると思われる。しばが式を執筆した時代は、武帝により儒教が国境化されつつあった時代である。そのため、孔子については諸行でないものの成果の中に書かれている。式の記述は儒教一辺倒にならず他の思想も取り入れている。 芝生自身はどうかに最も好意的だとも言われている。これは事実の追求という司書編纂の目的において生まれたことであろう。半信勢力の名目上の領収であった議定に本義を立てず、当時の実質的な支配者であった皇吾に本義を立てていることや、旅行の区別であった形態を本義から外して旅行本義を立てている子も、こういった姿勢の現れと考えられる。 叙述の対象は、王公が中心であるものの、民間の人物を取り上げた、遊興列伝や、褐色列伝、暗殺者の伝記である、四角列伝など、権力から距離を置いた人物についての記述も多い。また、武帝の外籍の間での醜い争いを描いた、木その竹安孔列伝や、男職やおべっかで復帰を得た者たちの、冥孔列伝、法律に脅しをかざし人をなぶった。 国立伝、逆に法律に照らし合わせて正しく人を導いた、純利伝など、安易な英雄中心の歴史観に偏らない多様な視点も保たれている。さらに、漢の宿敵であった郷土をはじめとする、周辺騎馬民族や蛮族に対しても、当時の漢の価値観から論評することをあまりせず、基本的に事実のみを淡々と書くという態度で、望んでいる。儒教が、 主導権を握った後は、芝仙の、こうした姿勢はしばしば批判の対象とされた。例えば、半表の、漢女では、遊教や過職といった人物を司書で取り上げたことや、儒教を軽視してどうかに近い立場取ったこと、流教の、分身潮流では、女性を本義に立てたことが非難されている。式を一種の悪書とみなす視点は、かなり早くからあったようで、 全漢の制定の時代に来朝した、曹王、劉堺が、大使交渉を求めたものの、大使交渉には、昔の合唱連行や剣謀術数のことが詳しく書かれており、書行に読ませるべき本ではないという意見出て、結局、曹王の申し出は許可されなかったという逸話もある。また、職官の衆は、死者の返産は継書にのみ許すべきであるのに、式は、 諸子百科の説を用いたと非難すると、古思考二十五編を表し、経典の諸説を順法して、式の語尾を正すものとした。流知記の、質古今性詩編には、当代において、古思考は、式と並んで、広く読まれていたと記されいる。さらに後世において、詩観、式と、感情の比較評論が、多くの知識人によって行われている。 歴史叙述をするための完結で力強い書き方が評価され、文の聖なり、老将の兵を用いるがごとしと絶賛されたこともある。特に、こう本義は、名文として、広く知れ渡っている。文体は巻によって、相当異動があることも指摘されており、白川聖は、題材元の公説によって文体が相当、左右されたのではないかと考えており、 柴仙自身の文学的才能には疑問を呈している。また宮崎一貞は歴史を題材にした多くの講談といった語り物を柴仙が重要な資料として取り入れていると指摘し、柴仙についてすべてを疑う理由があるとしている。小川玉城は柴仙は戦国作等の記述をだいぶ参照しているであろうとその著書で指摘し、加藤徹も柴仙が記した戦国 七尾の兵力には、多大に宣伝が入っているのではないかとしている。それら講談から取材した記述と、芝千自身の記述を見分ける術は我々にはない。いずれにせよ、芝千の仕事によって後世に、四季に再録されている興味深い話の数々が、残ったという事実のみがある、精子として、歴史的な事件についての基本的な情報となるほか、細かな記述から、 当時の生活や習慣がわかる部分も多い。特に書に記された内容は、前漢時代における世界観や政治経済、社会制度などについての重要な資料である。また、郷土をはじめとする周辺移民族や災域についての記述も、現在知られている地理や遺跡の発掘などから判明した当時の状況との整合性が高く、 これらの地方の当時を知るための貴重な手がかりになっている。また、旗はじめ公本義における、始皇帝は、自分の墓に、この絵兵三千人の人形を埋めたという記述についても、西安市の郊外の平和洋行の発見で、記述の正確さが証明されている。一方で、式作員が引く、畜書記念などとの比較から、年代矛盾などの問題点が、たびたび指摘されている。例えば、 呉の王家の領と考慮の世代間の家系譜など、以下は、書質を特記しない限り、式を元拠とするものである。なお、式修儀、式作院、式、正義の三本の注釈書を合わせて、三夜中という、式の伝来時期は正確には判明していないようで、あるが、聖徳太子の十七条憲法の転居の一つとして、式を挙げる見解がある。日本における、 四季の需要に関連する自責事跡を以下に例示する。俗に本紀二十九神後慶雲二年、七百六十八年九月十一日の、上二、日向国宮先軍の人、大友人益が、目の赤い白亀を随調として献上した旨の記事がある。その際、一益は、上層文において、四季百二十八気作列伝の、神木は、 天下の宝なり以下の下りを引用している。また、俗に本紀巻三十、神語慶雲三年、七百六十九年十月十日の、上二、聖徳天皇が、太財府の、福はただ故郷を蓄えるのみ、未だ三字、四季、漢女五漢書の称本あらず、少量の人、その道広からず、伏して古楽は、列代書士、各一本を賜り手館内に伝習し、 モテ学業をお子さんとの受けに応じて、四季から新城までの歴代聖子を歌詞し,した旨の記事がある。平安時代には、孔子の格蔵書目録に四季が現れた。藤原佑よが奉直して、官平年間、889年から897年に戦した、日本国未在所目録に四季八十巻、はい、下が記載されている。なお藤原道 新勢の、道のり入道蔵書目録にも、辞書の一つとして、式作院上秩七巻、中秩十巻、下秩九巻が挙げられている。さらに、聖少納言は、枕の創始で、文は文集、文選神父、式後帝本義、願文、表、博士の申し文と述べている。他方、紫式部は、源氏物語で152箇所にわたり、 中国詩文を引用し、うち十四箇所で式を用いている。例えば、富士坊院が自身に降りかかる難を避けるべく出家を決意する場面で、竜宝の長飛、赤夫人の人の逸話を富士坊院に連想させている大十条、兼。また、紀伝道の宗家とされた大江氏では、はい、修下をもとにした遠久典に基づく訓天本が表された。 太平記における中国古事の引用は六十二例あり、内三十話は式を厳選とする説話である。太平記には5越、祖官の攻防に取材した部分が多く、ことに巻二十八、関祖戦のこと付吉野戸の非正臨時事では、式巻七、幸交本理を中心にして、再構成した祖官の戦いの描写に約九千字を費やしている。 上杉憲りが、文安3年、1446年に、足利学校の学期を定めて、三中、四書、六教、列、小、老、式、文献の外は学校において構図べからずとした。元那2年、1616 16年10月、徳川家康が、駿府の文庫に蔵していた図書が家康の異名により、江戸城内、富士見の天の文庫に一部移転された。 その引き継ぎ目録、五本日記に、四季四十三冊、四季章十四冊が見える。また、徳川三国が十八歳の時に、四季巻六十一、白衣列伝を読んで感動したとの逸話が、三国の伝記、技工行実などに記されている。三国らが編纂した第二本詩は、四季と同様の記伝体の詩書である。なお、天皇が、 自読に式を進行させた記録が各時代の資料に散見される。また、日本に現存する最古の式は南宋時代に出版されて日本には立ったとされる総半本である。1195年から1201年に県安、現在の福建省で刊行され、県安公雄岡、宇化塾の形質と歓喜が残っている。 両親寺の僧侶である南家が所有していたが、なおへ金継ぐに譲り、その後米沢藩藩校、工場館で保管されていたものであり、総半、勘女、ご勘所とともに現在は国宝となり、国立歴史民族博物館で保管されている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。